北海道大学の側です。光と生体の新たな相互作用を利用したがん治療法の開発というタイトルでの研究成果をお話しさせていただきます。光免疫療法 PIT は、私がアメリカの NIH の小林久隆先生の研究室にいた時に見出された新しいがん治療法です。PIT ではがん細胞表面に結合する抗体と近赤外蛍光物質であるスタロシアニン誘導体 IR700 からなる光反応性薬剤を用います。近赤外光を照射するとがん細胞表面に結合した PIT 薬剤が細胞障害性を発揮しがんを治療することができます。もともとはこの薬剤でがんの蛍光イメージングをしようと思い薬剤を振りかけてこのように蛍光顕微鏡にて観察していたのですが、これはほぼリアルタイムのムービーなんですけれども、このようにみるみるうちに細胞が破裂し死滅してしまったことから PIT の研究、がん治療の研究がスタートしました。PIT ではがん細胞に薬剤が結合した後、光を照射すると光が当たり、かつがん細胞に結合した薬剤のみ毒性を発揮します。すなわち原理的にがん細胞以外へのダメージがない治療法です。このように PIT は現在注目されている新しい、がん治療法です。しかしそもそもなぜ光により細胞が死ぬのか、その細胞障害メカニズムが分かっていませんでした。そこで本研究では光による細胞障害メカニズムを解明し、これをもとに新規光反応性薬剤を開発しました。また開発した方法を臨床利用へと展開するだけでなく、見出した光反応を用い光の新たな活用法の開発を目指しました。ここでは1と3について報告をします。まず光による細胞障害メカニズムの解明です。細胞障害のメカニズムとして細胞膜障害が起因となる細胞死であることを見出しました。すなわち酵素反応が関与しない細胞膜上での反応であること。一般的な光治療では一重酵酸素による障害が主であるのですが、 PIT では膜障害には一重酵酸素がほとんど関与しないということ。小さな膜障害からやがてアクチン繊維の破綻を伴う細胞死を起こすことなどを観察し、膜への物理的障害を起点とした細胞死であることを見出しました。さらに細胞死に伴いがん細胞から免疫を活性化するダンプスが放出され、これにより樹状細胞の成熟が起こることを観察し、 PIT による細胞死は免疫の活性化を伴うイミノジェニックセルデスであることが示されました。ここまでをまとめますと、 PIT の細胞障害は次のようなメカニズムであると考えられます。光反応性薬剤が結合した細胞に近赤外光を照射すると細胞膜に小さな穴が開き、そこから浸透圧差、イオン勾配により水やイオンが流入し細胞が膨張、やがて破裂しイミノジェニックセルデスにより細胞死を起こすというものです。では細胞膜障害の原因は何なのでしょうか。IR700 は水溶性の軸配位子を持つため、このように水に溶けやすい性質を持っています。しかし電子共有体存在下で光を照射するとこのように凝集体を生じ、溶液中の吸光度が減少するということが分かりました。また光照射後の溶液を分析したところ、光照射により水溶性の軸配位子が切断され、このような疎水性の高い化合物が生成することが分かりました。この化合物はパイ電子が表面に広がっており、パイ電子によるスタッキングを起こしやすく凝集体を形成しやすいというふうに考えられます。また低酸素条件下、さらに電子共有体の存在下、 IR700 水溶液に近赤外光を照射するとこのようにラジカルアニオン体に由来する吸収が見られました。続いてこの白溶液を空気下に置いたところ、ラジカルアニオン体の吸収は消失し、また IR700 の吸収は軸範囲子が解裂した生成物が沈殿することで光照射前の吸収よりも減少しました。
この結果から IL-900 ラジカルアニオン体の軸範囲子切断反応への関与が示唆されました。そこで理論検査による検討を行ったところ、IL-900 は電子共用体と近赤外光によって生成したラジカルアニオン体がオキソニウムイオンによってプロトック化されて中間体となり、さらに SiO 結合の伸長と水酸化物イオンの範囲を受けて、軸範囲子が解裂するということが分かりました。この結果から軸の塩基性が軸範囲子の解裂に関わっているということが想定されます。実際に ESR を用いてラジカルアニオンの測定を行ったところ、酸素を除き電子共有体を添加した条件で IL-900 のラジカルアニオンのシグナルが得られました。また照射後のサンプルの拡大図を見ると IR700 の凝集体が生成しており、ラジカルアニオン体の形成と IR700 の凝集体形成に関連があることが示唆されました。凝集体形成は抗体に IR700 が結合した状態でも起こることを観察しています。すなわちこのように光照射により抗体の形が変化し大きな凝集体を生じることがを観察しています。以上のことから PIT で用いる光感受性物質 IR700 は水溶性を保っている軸範囲子のこの極性器が外れるという化学的な変化が光によって起こることで、光照射後に水溶性から疎水性化合物に物性が変化するということを明らかにしました。PIT ではこのような急激な物性変化が細胞膜近傍で起こることで細胞膜に障害が引き起こされると考えられます。次に新たな活用法について一つ紹介させていただきます。リポソームは細胞膜と同じ脂質二重膜からできていることに着目し、 IR700 収縮リポソームによる光照射によって薬剤放出が起こるドラッグデリバリーシステムの開発を行いました。近赤外光でリポソーム膜を破壊し内包した薬を放出させます。蛍光分子であるカルセインを封入した IR700 収縮リポソームをモデルリポソームとして作成し検討を行いました。通常酸素条件下では光照射に応じてカルセインの放出が増加しました。またこの条件では一重鉱酸素のクエンチャーであるアジカルナトリウムの存在化によって反応が消失しました。このことから光照射された IR700 から生じた一重鉱酸素によりリポソームの膜成分が酸化され、膜不安定化が起こり薬剤が放出されたと考えられます。ただしこの条件ではこちらに示すようにリポソーム自体を破壊されず溶液に変化は認められませんでした。一方還元剤であるシステインをの存在か脱皮した条件ではより低い照射量で内容物の放出が認められました。この条件では凝集体の形成も認められたことからリポソーム膜の破壊が起こり内容物がより効率的に放出されたと考えられました。光化学反応後のパイデンススタッキングにより不溶性の凝集体形成という新しいコンセプトによりがん治療の実用化を向けて一歩踏み出したと思っています。以上、本研究は当研究室のスタッフや学生、また NIH 小林久隆先生のグループや浜松オトニクス島塚製作所、計算科学を担当した本学理学部の竹塚先生のグループ、ESR を測定した獣医学部の稲波先生、三重鉱状態を測定してくれた北村先生とのグループとのグループとの共同研究により行ったものです。そして JCT 先駆け研究の金銭的、学問的、そして精神的サポートを得て行いました。ここに皆様に敬意を表します。ありがとうございました。